こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本の法律の学校の基準を満たしていない以上、無償化対象外なのは当たり前なのに不公平だと騒いでいる朝鮮学校ですが、ユニクロが全国の学校にマスクを配布することに対し、対象外にするのは不当だと本国のメディアが取り扱っています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本の衣類ブランドユニクロが、新型コロナウイルス感染症拡散防止対策の一つとして、日本の学生及び教職員などにマスクを支援する過程で、朝鮮人学校やブラジル学校などの外国人学校を差別したという主張が出て議論を呼んでいる。ユニクロ側は、職員の単純なミスと釈明した。在日本朝鮮人総連合会、朝総連の機関紙、朝鮮新報によると、ユニクロは、小中高校を対象に、マスク300万枚を支援する事業を進めると発表した。このためのホームページを別途開設し、申請を受け付けた。申請様式では、学校の種類を、国立、公立、私立、その他の中から選択するようにした。ある朝鮮学校の関係者は、ユニクロ側に対し、外国人学校はこのうちどこに該当するのか問い合わせた。すると、ユニクロ側は、朝鮮学校やブラジル学校などの外国人学校は支援対象ではないと答えたとメディアは伝えた。ユニクロによると、マスクの支援対象は全国の小中高校及び特別支援学校の学生たちと職員と規定されている。外国人学校が対象外になるという説明はないというのがメディアの説明だ。これに対し、朝鮮新報はユニクロ側に、外国人学校はどのような理由で支援対象から除外されたのかと質問した。今になってユニクロ側は、外国人学校も対象とし、混乱させたことを謝罪すると答えたとメディアは伝えた。続いて、朝鮮新報は、ホームページでは、マスク寄贈物量が全て消沈したため、申請受付ができない状況と報道した。朝鮮人学校は、支援を受ける機会を遮断されたわけだ。メディアは、申請様式に、外国人学校の様式がなかった点も問題だと指摘した。ユニクロの対応が、釈明したように、職員の単純なミスなのか、故意的な排除なのかは明らかでない。ただし、コロナパンデミック状況で、日本国内の朝鮮人学校に対する差別議論が起こったのは今回が初めてではなく、疑惑が提起されざるを得ない状況だ。それでは、ネットの反応です。朝鮮人学校イコール北韓の学校だろう。この内容も書くべきであって、ユニクロがよくやったことであって、北がなぜ助かるのか、韓国学校だとしてもユニクロは支援してくれただろうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。